はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ボトルチェンジライダーシリーズ03仮面ライダービルドホークガトリングフォームです。はい、このシリーズもラビットタンクゴリラモードときて第3弾ですね。今回はホークガトリングで、ガトリング側とホーク側がワンセットになってますから、新たなボトルチェンジ遊びができますし、外箱をぐるっと見回すとこのような見た目で、現時点でホークガトリングフォームの見た目が一番好きっていう声をよく聞きますね。確かに羽が生えてる生き物っぽい感じプラスガトリング的なメカ造形がすごいマッチしてますよね。遊び方もこれまでと変わらず、ボディをカチャッとはめれば OK です。ではレビューしていきます。僕は現時点ではニンニンコミックが一番見た目的に好きなんですけど、確かにホークガトリングもむっちゃかっこいいですよね。で、パーツがいくつかに分かれてて、中身はこうなってて、ホーク側とガトリング側の各ボディで、ホークガトリング側も入ってますし、別で羽パーツ。まずは武装のホークガトリンガーは造形に全く省略がありませんが、裏側は相変わらずちょっと肉抜きがあって、でも表側の見た目すごいかっこいいですね。ここの重厚部分の回転はさすがにありませんね。ドリルクラッシャーと比べるとサイズ感もすごくちょうどいい感じで、羽のパーツは軟質かと思ったら硬いプラスチックパーツでヒンジで稼働するんですね。なるほど。で、後ろ側にジョイント穴がありますから、裏側のパーツのこの部分を使ってはめ込むような形なので、ラビットタンクには、あ、違う、はめられないって言おうと思ったんですが、でもはめられませんね。ここにもう一個専用のジョイント穴が真ん中にありますので、非対応ですね。ちょっと残念。そしてホーク側のボディをぐるっと見回すとこうで、パーツの分割の仕方はこれまでと変わりませんし、尖ってる部分は軟質と成形色で表現されてて、複眼部分には鷹がいて、ボトルも色が変わってますし、ちゃんとホルダーもありますね。で、ガトリング側は渋い。ガンメタの塗装で表現されてて、黒にガンメタですから、かなり男っぽいかも。ガトリングの複眼があって、弾があって、メカ的なごつさの造形になってて、右足は意外とそのまんまなんですよね。で、これを前後でカチャッとはめ込むことで、まずはボディが完成して、相変わらず簡単。ワンタッチでカチャッと外すことができますので、お手軽だな、着せ替え。で、プラス、後ろ側の上の3つのジョイント穴を使って、カチャッとパーツを差し込むことで、完成、仮面ライダービルドホークガトリングフォームです。はい、いつも通り超お手軽にフォームチェンジ状態が完成しました。やっぱ BCR、 このお手軽さがいいな。そして完成後の見た目も悪くないですし、相変わらず可動面で若干問題を抱えているところではありますが、これは可動よりはフォームチェンジの楽しさに特化してますからね。全体をぐるっと見回すとこうで、やっぱり2つのパーツに分かれてるようには見えませんし、分割線がほとんど気にならなくて、上半身もすごい自然。バストアップで近づいてみるとこうなってて、オレンジの塗装と成形色とガンメタの塗装と成形色が全然違和感なくマッチしてますよね。顔部分の連結も超自然。で、この状態の稼働に関しては、羽がヒンジで動くのと、ここからここまで動きますね。首と腰は相変わらず変形合体の関係で完全固定なのと、腕が、あ、水平方向、ここ上がんない。ゴリラと同じ作りかな。あ、そうですね。ヒンジが切られてない。通常のラビタンはここにヒンジがあって、水平方向こんなに行くんですが、ここがマックスまで。フォームチェンジ系になると見た目はいいんですが、ここにヒンジがありませんので、腕とアーマーが完全一体化してて、なのでここまでしか上がんないんですよね。
ただ二の腕のロールと肘可動と手首と指の分割可動はありますし、下半身も相変わらず作りは変わってませんので、よく動きますね。腕もうちょっと上がるといいんだけどな。なので腰とか顔は回りませんから、ここを気をつけながら動かすことで、飛んでる状態の射撃ポーズとか、これなかなか決まりますでしょ？下目に打ったりとか、こういうポーズもできますし、膝曲がんないな。これでマックスか。こんなもんだっけ？あ、でも全部一緒か。あとはスラッと立たせて構えポーズだったり、そのまままっすぐ腕を伸ばして、射撃ポーズなんかも取らせることができますね。ただ水平が動きませんので、横にちょっと向けて、オーバーめなアクションを取らせようと思うと、ちょっと今回は制限がきついかな。ここがこれ以上動かないんですよね。ちょっとここは厳しめ。ただ、ライダーキックポーズなんかも武装状態のまま。あ、でも、腕やっぱきついな。そんな動かないな。一応それっぽく取らせることができますし、羽パーツを取ってしまえば、もうちょっと普通の飛行ライダーっぽくない感じの見た目にすることもできますね。ドリルクラッシャーがこの状態だと割と似合うような気がします。もちろん武器を持たなくても普通に格闘ポーズなんかも取れますから、羽があることによってバランスが悪くなるとかそういうこともありませんね。そして僕は自分流にいつも通りカチャッとね外しちゃっておりますが、本来は後ろ側にロックボタンがあってここを押してパーツを浮かせることでカチャッと外すような形。まあでも本当やっぱこのやり方の方が楽ですね。でこれで今まで発売した他のパーツを全部分解して、ラビットタンク、ゴリラモンドで各パーツを合体することで自分の好きなように組み合わせて、でもダメだ、そっか、羽の部分は3つのジョイントになってて、ここの穴はホークガトリングじゃないと3つ穴が揃いませんから、セットした状態に羽パーツが取れちゃいますね。これサンプル画像だと、あ、羽ないですね。羽パーツの装着はホークガトリングの売りってことか。はい、羽パーツはつきませんけど、数秒でフォームチェンジが完了して、ホークダイヤモンドとラビットガトリング。やっぱラビットガトリングはヒートメタル感があるかな。はい、ぐるっと見回すとこうで、ホークダイヤモンド見た目のこの全然色が合ってない感じ、面白いな。というか、ボトルチェンジシリーズはやっぱこのフォームチェンジの気軽さですよね。これがすごい楽しい。さらにもう一回カチャッとパーツをバンバン外して、ラビットじゃなくてガトリングを使って、今度はゴリラとタンクをセットすれば、ゴリラガトリングとホークタンクの完成です。ゴリラガトリング超渋くない？近接戦闘と遠距離戦闘をこなすことができるビルドライダーかな。で、さらにホークとタンク。ホークは結構組み合わせるボトルを選ぶような感じですね。割と浮いてる青い部分が。このようにまたまた数秒でフォームチェンジすることができますし、戻すのも簡単ですよ。パーツを外して、ホークとガトリングをセットすれば、はい、あっという間にホークガトリングフォームに戻れますね。この状態では羽パーツをセットすることができますので、これで完成！はい、元のホークガトリングフォームに戻りました。僕 BCR シリーズは編集机の上に全部飾ってあるんですが、結構カチャ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 付け外してかなりの頻度でホームチェンジ遊びしてますので、やっぱこのシリーズ好きなんですよね。そしてこれでビルドのフォームも3つ目でずらっと並べるとこんな感じですね。あとは魂ステージを使って空中浮遊っぽい表現をすれば、初登場時の必殺技ポーズを再現することもできます。本当はホークガトリンガーの両手持ちとかできるといいんですけど、さすがにそこまでは腕が動きませんね。
ということでボトルチェンジライダーシリーズ03仮面ライダービルドホークガトリングフォームを紹介しました。遊び方はこれまでと全く変わってなくて、パーツもきちっと脱着できて、可動面を割り切ってる分そこの遊びやすさはやっぱり半端ないですね。放送開始して間もなく2ヶ月ですから、そろそろビルド以外のライダーの BCR シリーズも発売してほしいところではありますけど、とりあえず今のところ公開されてる情報だとボトルチェンジ系が続くみたいですね。結構早くから公式ページに出てる明らかな2号ライダーはいつ登場するんですかね。以上ボトルチェンジライダーシリーズ03仮面ライダービルドホークガトリングフォームの紹介でした。